北朝鮮には社会主義に基づく計画経済とは別に内実が闇に包まれたもう一つの経済システムが存在する。北朝鮮から逃れた人たちはそれを宮廷経済と呼ぶ。宮廷経済では朝鮮労働党や軍の傘下にある企業、さらには外交官たちが世界中で手掛ける合法非合法のビジネスで外貨を獲得し最高指導者に納める。その外貨が統治資金だ。指導者はその資金で外国製の高級車や時計、ワインなどの贅沢品を調達して部下にプレゼントとして送る。そうした独特の資金の還流は忠誠心の維持のために欠かせないシステムとなっている。来年度桜を見る会の予算がなんでこの予算を無視して支出を増やしてるんだよっていうことをこう、これ質問の時に議員がお使いになってた、はい、そうですね、青が予算、予算ですね。今年大変支出が増えてるじゃないかということを問題にされていて、予算を全く無視した支出の招待者参加者になってるんじゃないかっていうことを質問をしていて、すごいですね。